台湾人，你们的交通真的太危险。哈哈哈！怒るよ。我在这炎上しちゃう、炎上しちゃう。でも本当にね、あの最初なんだろう。本当にね、命の危機を感じた。はい、どうも皆さんこんにちは、リンです。今日は教えて台湾のハルさんと一緒にコラボ動画ということで。はい、教えて台湾のハルです。よろしくお願いします。なんかずっとこっち見ちゃう。こっちだね、カメラ。一緒に動画撮っていきたいなと思います。はい、お願いします。とりあえず食べましょうか。めっちゃ美味しそう。そうね、ちょっとこれ私の無理だ。これも可愛い。ちょっともうしょぼしょぼだけど、カマちゃん可愛い可愛い。ハルさんは3年半、うん、台湾にいるんですよ、うん、はい、3年半台湾にいます、ね、で、なんか語学学校に行って、うん、そうですね、もともとその中国語を勉強しようと思って語学留学で台湾に行ってましたね、うんうん、じゃあ、うん、中国語で喋ってみましょう。好、没问题。他的发音好漂亮。真的吗？嗯，真的，谢谢。没有那个日本人的啊口音，好厉害。通常对，通常日本人有一点点口音。对啊，对啊，你都没有。真的吗？嗯、好厉害。不过你应该好。学中文，嗯，学多少？学了，不去学校是大概一年半，只有一年半，对，一年半，师范大学，师大的国语中心学了中文，就是之后的两年是在生活上学的，学，嗯，很紧张呢，很紧张吗？很紧张，不要很紧张。在干嘛？我要吃这个给你。太多了啦！哎，好，那你可以。谢谢，谢谢，谢谢，谢谢。可颂，可颂，克罗瓦萨呢？可颂，它是牛肉跟起司，对，还有蛋。すごい、本当に中国語上手。没有没有没有。すごい、没有不会啦。就是我有很多台湾朋友，所以他们就是如果我的就是我有口音的话，他们就是对对，那个真是错的，然后对帮我改，所以应该是这样的问题。对，嗯。那你的，じゃあちょっとハルさんにいくつか、はい、質問っていうか、うん、最初台湾に来た時に、はい、衝撃受けたことを聞きたいなって思って、でも衝撃受けたことありすぎて、台湾について全然知らないし、その台湾が何語を喋るかも知らなかったし。台湾って聞いたら台湾語かと思うじゃん。そうでも実際その台湾の公用語は中国語で、台湾語を話す人もたくさんいるっていう感じだと思うんですけど、そうだからね、本当に衝撃を受けたことがたくさんあって、まず一つはその交通だね。そう、交通についてちょっと話したい。あのね、台湾人你们的交通真的太危险。怒るよ。炎上しちゃう、炎上しちゃう。でも本当にね、あの最初なんだろう、本当にね、命の危機を感じた。本当に。これは便利でした。そう、本当に。そうなんだ。なんかあのなんていうの、日本だったらさ、なんていうの、例えばじゃあ横断歩道があるじゃん。横断歩道があったら、そこを渡るときって車も必ず止まらなきゃいけないですよ。え、免許持ってます？持ってない。持ってない。でもそう、あのね、免許持ってる人なら必ず分かると思うし、大体の人が分かると思うんだけど、その横断歩道を渡るときは必ず車は止まらなきゃいけないんですよ。でも台湾はね、車は止まらないんですよ。その人が車を優先させてあげるっていう、車優先なんだよ。怖かった、もう危ない。危ないよね、本当死ぬと思ったもん。しかも全然行けないから。そう、行けない、誰も止まってくれない、誰も止まってくれないから。
なんか最初本当にその横断歩道があっても渡れなくて本当に怖かった。でも今はねもうでも自分が先にこう行くのよ、行ってでいるよみたいな感じにするとみんなあいるなって思って止まってくれるから、そうちょっとねアピールしていかないと生きていけないですね。ちょっと控えめにいると一生渡れない、一生渡れない本当に一生渡れない渡れないよね。それはね本当に怖かったな。でもなんかその交通、台湾の交通便利なところもあるって、Uバイクとかあるじゃん。Uバイクとかレンタルバイクとかもあるじゃないですか。Wemoとか、うん、そうだからすごい便利ではある。すごい便利、すごい便利、私も Uバイクすごい使ってるし。でバイクは乗れますか？バイクはね免許はあるんですけどもうちょっと怖くて。あ乗ります？いや免許持ってないんで。あそっかそっかそっか、あそっかそっかそっか。台湾でバイク乗れたらすごい便利だよね。乗ったことありますか台湾で？ないですね。その後ろに乗せてもらったことしかないね。そう日本では乗ってたんですよ。あそうなんですか。でも日本って安全じゃん、うんうん、台湾でさバイク乗るの本当に怖いから危ない。だって1日にさ私一番多い時で3回ぐらい交通事故見た。怖いんですよ本当に。だからねちょっと死にたくないからさ。それがねかなり一番の衝撃かな、一番の衝撃、私にとってもそれは一番の衝撃です。えリンさんは何か衝撃他に受けたことありますか？ビニール袋にそのまま食べ物入れる。めっちゃわかる。なんかダンピンとかスープとか、そのままあの透明のちっちゃい袋の中に入れて、うん、なんか赤い紐で縛るみたいな。それがちょっとびっくり。もう私教えて台湾の方でよくあの食レポしてるんですけど、なんかこうビニールにさ赤い紐でぐるぐるぐるってやってさグネってやってさ、あれすごいよね。日本じゃ考えられない。うん、あれはでも便利だよね。まあ、便利、便利、うん、あれ絶対こぼれないし、うんうん、またあの台湾に初めて降り立った時、うん、空港に着いた時、空港に着いた瞬間にあのなんか匂いすると思って、うん、そう匂いして何だろうって思ったらそのセブンがあったんだよね、うん、セブンがあってでセブンにねチャイエダンがあったんだよね。でチャイエダンの匂いが全セブン12個充満しててそれめっちゃびっくりした。うん、なんか味道很重。そう味道很重。它的八角嘛，八角的味道。对，应该是。你敢吃吗？嗯，我很喜欢。对，我一开始很不敢吃，很不喜欢，就是慢慢习惯了，所以。好厉害！你不喜欢吗？我没有吃过。茶叶蛋没有吃过。因为很可怕那个味道。你不是就在台湾已经三年了？我没吃。信じられない。本当食べてみてよ、うん。美味しいですよ。あとあの買い方がわからない。買い方がわからない。なんかどうですか？確かに確かに。あのねなんかなんて言ったらなんか鍋みたいなこうっていう鍋みたいなのに卵がボワーって入ってるよね。そうそう、それでそのままボンって置いてあるんですよ。あれはなんか下にねビニール袋があってそれ取ってこうポッて入れてそのまま店員さんに渡す。いや美味しいよ。食べてみて。どういう苦い？甘い？全然。普通の卵。普通の卵、美味しい卵ですね。うん。なんかあのセブンとかコンビニに売ってるのは味がほとんどしないですね。はい、じゃあ
洋一とかの方が美味しいと思う。もっと味が。でもウイダーフンとパーだったらまずセブンから試してみて、洋一の方に行った方がいいかもしれない。え、じゃあピータンは食べたことある？ピータン大好き。おお、すごい。え、ピータン黒いやつ？そうよ。すごい、本当に。ピータン好き？ピータン大好き。あ、大好き？ちっちゃい頃から食べてた？いや、留学して初めて食べて美味しいなっていう。そうなんだ。いやさ、あの日本にバーミヤンってあるの知ってます？中華料理のね、スカイラークの。桃の。そう、桃の。そう、バーミヤンって前ね、今もうあるかと分かんないけど、ピータンがあったのよ。そう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 、お母さんがね、ピータンが好きでね。へえ。で、私ももらって、めっちゃ美味しいってなって、私もちっちゃい頃からずっとピータン食べてた。え、そう、日本で？うん、日本で。衝撃衝撃すぎて。だってもう見た目から無理っていう人が多いのに。確かに確かに確かに。それでしかも日本で食べたっていう、日本のバーミヤンで食べた。そう、だからこっちに来て本当に、なんか友達が私がピータン大好きって言ったら、ピータンしょっちゅうくれるようになってピータンばっかり食べてた時やった。ああ、そう、ピータンは好きですね。なんだろうね、他に面白いの。あれは、シエンタンは？あ、無理。シエンタンしょっぱいよね。あれは、いきました。あの、食べられますよ。食べられるけど、しょっぱすぎる。あ、普通に黄身がすごい。そうシエンタンっていうね、見た目がこう、緑のね、卵があるんですけど、台湾は本当にさ、卵系の面白いものが多いよね。うん、なんとかシエンタン、アイエダン、日本にはない。日本にはないね。日本はだって卵は卵だもんね。え、じゃあ臭豆腐食べれますか？食べれます。すごい。なんで？でも別にすっごい美味しいとは思うね。食べれます。食べれるけど、なるほど、うん、揚げたやつと煮たやつと焼いたやつとかある、うん、で煮たやつは食べたことない。多分揚げたやつは食べたことある。よく売ってるやつ。あれは美味しいと思う。嫌い？ちょっと、もう食べれないです。そうなんだ。他很适合在台湾生活。对呀。对对对。我没有好き嫌いだ。就是，第一次看到的东西一定要试试看，然后判断。就是喜欢还是不喜欢的，没错。結構好き嫌い多い。食わず嫌いが多い。見た目でも、ダメだなって。もったいなくない？挑戦できない。なるほどね。はいはい。でもそれはさ、その頭がさ、これ食べたら危険だなって思ってるってことでしょ。それほど台湾には危険そうに見える食べ物が多い。いっぱいあるからね。不思議な食べ物いっぱいあるから。本当に。あの、ヤシエとか。あ、食べれる？全無理。無理？見た目が。いや、もう食べたことない。もう味がもう吐きそう。吐きそう。え、食べれる？食べれる食べれる。え、味ある？でもあの食感プルンプルン。まあ、食感だね、あれはプルンプルンな。なんかよく冷たい。なんか冷たい。それは冷たいヤシエ食べたんだけど。あったかいヤシエもあると思う。そうなんだ。なんか不思議だよね、すごく食感が。で、難しい。なんか豆腐じゃないし、プルンって、そう、プルンなんだけど、なんかキュッてしてるじゃん。プチュッて切れる。そう、めっちゃ分かる。美味しいって思うんですか？美味しいとは思わない。別に何も思わない。あ、食べれる。うんって感じ。はい、はいはいって感じ。あ、食べますって感じ。あれは？チューシエ顔は？全部ダメじゃん。ダメだろうなと思っていたけど。ダメじゃん。まあ、食べたことある？あ、もう味がダメ。うん、食感もちょっと嫌い。あ、そう。豚の血のケーキって書いてね。豚の血ともち米。あ、なんかギュッて。なんかお餅みたいな。そう、ブツブツしてる。あ、米なんだよね。もち米。じゃあ逆に何が好きなんですか？台湾の。
台湾菜。チーローファンとか最近好きで、チーローファンね、愛国ファン、そもそもファン。なるほどね。チーローファンは美味しいよね。私も大好き。に来てでも私たち結構長いじゃないですか。かまだ慣れないみたいなことあります。逆にありました。私はね、天気だね、天気。ああ、そうだ、うん。天気はね、慣れないね。なんか今日もそうだけどさ、昨日めっちゃ暖かかったじゃん。でもさ、夜になるとすっごい寒くなったりとかさ、次の日になると冬になる時あるじゃん。なんか夏と冬が交互に来たりする時ある。気温差がすごい。そう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 。それがちょっと慣れないというか、めんどくさいなっていう。体調崩しやすい。服がめんどくさい。あ、永遠に夏服と冬服どっちも置いとかないとしまえない。クーラー。そう。クーラーね。クーラーね。わかるわかる。なんかさ、台湾ってさ、冬もクーラーついてる。うん、ついてるついてる。なんなのあれ。寒くないの？寒いでしょ。おかしいでしょ。寒い。寒いんだよ。教室とかもなんか。そっか。私めっちゃ寒いのになんかみんな半袖とか。短パンでいて、寒くないの？なんかみんな本当にさ、寒さに強いよね。寒さに強いっていうか何なんだろう、よくわかんないけど、本当によくわかんない。寒さに強いって言ったら嘘だよね。だってみんな寒いとすぐさ、ダウン着るじゃん。確かにクーラーの風に強いのかな。あ、そうそうそう、本当にね、厳しいよね。寒いんだよ。寒いんだよ、冬寒いの。夏も寒い。夏は寒すぎ。夏の方が寒い。夏はやりすぎ。そういえば食べ物の話ですけど、ルロファン好きだったら、私一番おすすめのところは、チョンチョンチニエンタンの駅の前にチンフォンルロファンっていうところがあるんですけど、めっちゃ美味しいよ。私が一番好きなルローファン屋さん。なんか意外と、ホシュザンよりも美味しいところっていっぱいあります。ある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 。高いし。確かに、美味しいけど、スタンダードって感じ。全然それより美味しいところいっぱいある。いっぱいあるいっぱいある。何歳だったらさ、揚げとか食べたことある？あ、揚げ食べた。揚げ食べたことある。揚げ美味しい。美味しいよね。揚げ美味しい。あれ日本語から来てるらしいよ。え、そうなの？揚げ。何の日本語かな。揚げ物の揚げらしい。台湾語だね。台湾語。アーケーって台湾語。アーケーは台湾語らしいんですけど。そうなんだ。日本語から来た台湾語らしい。